again. いらっしゃいませ。 男の人のことも知る。何？女の子のこと。ただ、なるほど。桐生さん、これから。ああ、どうだ。 可愛いんであって、男が決して。どうだ。あ、やった。なるほど。ねえ、なんだ。<笑>この、そうだな。運動？ああ、ダメダメ。私運動はダメなんですよ。 ちょっとお前、ちょっと寄付してもらおうか。後悔する。勘弁してくれ。悪かった。会いたかったよ。
いらっしゃいませ。楽しかった。歌聞かせてくださいよ。I sing for you.
よかったよ。Say ya!
みてえなやつ見てるとよ、腹立ってくんだよ。お前、今ガンつけたろ。後悔するな。Thank you.
後悔するな。
弁してください。落ちたぞ。いらっしゃいませ。あは。何頼みます？頼む。本当？やっぱり桐生さん相手だと落ち着く。ないない、別にこっちは勝つ。ボーイと付き合ってる子もいるしね。まあしゃ、とにかく彼氏がいてもいなくても基本的にお客さんに口説かれて嬉しい子はあんまりいないと思うんだよね。どうだ。ああ、え、だって、たとえ…ていうか…すまない。あ、へ…でも、それでもし結婚とかまで行っちゃったら、結婚式でなんて言うの？キャバで出会いましたっていう…社交場って…そこまで堂々としてれば…ま、でも、キャバで働いてること、両親には…今度ね、高校の。おー、そうなんだけど、年々参加者が減ってきててね。ねえねえ、桐生さんは同窓会に参加しない人ってどう思う？そうだな。え？なんだ。まだね。何頼みます？頼む。はい。この前別、それがね、前に私。それが一番迷惑なんだけど、せめて買ってあげるから一緒に行こうよって誘って本人に選ばせるとかあるじゃない。おいおい、で、うん、まったく。いや、ありがとうございます。キリュウさん。ああ。あは。